女優にバラエティに大活躍の田中美佐子さん。還暦を過ぎてもなお輝き続ける美しい女優さんです。今回はそんな田中美佐子さんについてご紹介します。本名深沢美佐子。青年月日1959年11月11日。出身地島根県。田中さんは 兄二人と姉一人がいる4人兄弟の末娘として誕生しました。聖徳学院高等学校を卒業後、東洋女子短期大学英語英文科に入学。在学中に劇団ひまわりに入団し、卒業後の1981年、TBS のドラマ思い出作りでデビューを果たします。 このドラマの演技が認められ、1982年、映画初出演のダイヤモンドは傷つかないで主役を演じ、第6回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。しかし、ヌードになるのが嫌で芸能活動を休止されたとか。そんな中、所属事務所の遺跡先を探していたところ、当時浅い企画で萩本金一さんの チーフマネージャーだったという佐藤氏が相談に乗ってくれたようです。浅井企画へ移籍した後は女優業を再び開始。演技力は確かで数々のドラマ、映画、舞台などへ出演し、テレビをつければ田中美佐子さんが出ていない日はないほどの不動の人気となりました。そして佐藤さんが独立する際に、 田中美佐子さんも一緒に佐藤企画に移籍します。佐藤さんが独立後も業務提携の形で萩本欽一さんのマネジメントをしていたため、田中美佐子さん主演舞台の演出を萩本欽一さんが数多く手掛けています。1995年11月、元月き人でお笑いコンビテイク2の活動を始めたばかりの 深沢邦之さんと結婚します。田中さんより7歳年下の深沢さんは、収入もまだ不安定でしたが、深沢さんの普通さを気に入り、田中さんからプロポーズをしたとのことです。また、当時の田中さんは35歳で、年齢的にやばかった。36歳になったら、もう結婚できないって気がした、と心境は語っています。 二人の馴れ初めですが、出会った当初はお互い恋人がいたようで恋愛相談をしていたようです。ある時、付き人の仕事が忙しく、深沢さんと恋人が破局。それと同時期に深沢さんは田中さんの付き人ではなくなり、田中さんに新しい付き人がついた時、彼女の中で深沢さんの存在の大きさに気づき、 近くにいなくなって、改めてお互いの存在の大きさに気づいたようです。田中さんから深沢さんへ逆プロポーズしましたが、彼は考えさせてほしいと保留したとのこと。なかなか覚悟ができない深沢さんに、主婦でもいいから守ってあげなさいとアドバイスし、後押ししたのは義父だったとか。 年収1億円を誇る大女優、田中美佐子さんと、月収10万円ほどのお笑いタレントで、年下でもある深沢さんとの結婚を、ワイドショーや週刊誌が報じる上で、当時はその格差婚を、収入格差100倍婚と報道され、危ぶむ声もありました。でも、その後は良き家庭を築き上げています。田中さんは、 深沢さんのことを、くにくにと呼んでいるそうですよ。次にお子さんですが、2002年12月、43歳で第1子となる長女を出産。結婚から7年後にようやく授かった子で、名前はソラさん。ソラさんは幼稚園から湘南白百合学園に通い、同小学校、中学校に進学したとされています。 結婚当初は葉山に住居を構えますが、娘さんの通学などを考えて、鎌倉にも自宅を購入し、運動会などの学校行事も積極的に参加されていたとのことです。2021年3月、昨日は制服最後の日と題して、卒業式当日の心境をオフィシャルブログに載せていらっしゃいます。その時、 携帯のメモリがいっぱいで録画ができていなかったとか、かなりショックだったでしょうね。田中さんは出産後、育児を優先するため3年ほど休んでいます。その後も子育てを優先し、女優業をセーブしていました。育児で休業していた時に娘さんにもう一回仕事をしたいと言ったことがあったそうです。すると娘さんは、 寂しいからダメ、と。しかし、娘さんが中学生になった時、仕事もっとしていいよ、と応援してくれたそうで、娘さんの一言で本格的に仕事を再開。今はどんな仕事でもやりたい、と語り、女優業のみならず、バラエティ番組にも積極的に出演しています。2019年9月に、 ロートレックに移籍した田中さん。実は出産したら二度と女優復活できないと思っていたそうです。しかし40歳の頃にこれまで以上に子供が欲しいと思うようになったのだとか。いざ本格的に妊活するとなかなか子供を授かることができず、女優活動の合間を縫って不妊治療に当たったとのこと。そして、 ようやく結婚7年目で娘さんを授かり、夫婦共に大喜びしたそうです。田中さんは後に、女はやらなきゃいけないことがたくさんありすぎると語っています。一方、夫の深沢さんは、剣道3段の資格を持ち、芸能界でも屈指の強さで、スマップスマップのコント、草薙武蔵の剣道対決で、木村拓也さんと、 草薙剛さんに勝利。木村さんとは即再戦を行い、その際は時間切れで引き分けとなりました。現在、剣道指導員としても活動されているようですが、テレビへの露出は減っているものの、芸能界でのお仕事もされているようです。ただ、テイク2としてのお仕事はほぼされていないとのこと。また、 夫婦共通の趣味が多数あるようで、スキー、ボーリング、釣り、スキューバダイビングなど多彩。中でもボーリングの腕前はプロ並みだそうで、ハイスコアは220以上だそうです。しかも左右のバランスを取るために左でも投げるそうで、左のスコアも100を超えるとのこと。釣りは月に1回は行き。 釣った魚を田中さんがばくのだとか、最近では鎌倉のご自宅で家庭菜園もされているようです。2021年1月、田中さんは第32回日本ジュエリーベストドレッサー賞に60代以上の部門で選ばれました。若い時は清楚なイメージで人気がありましたが、今では サバサバとした性格が人気の田中美佐子さん。今後も映画やドラマで活躍されることでしょう。今まで以上にファンの目を楽しませてくれることを期待します。最後までご視聴いただきありがとうございました。